動画をご覧の皆様、こんにちは。 DMC の森本隆人です。どうぞよろしくお願いします。本日は、ゲストに黒川智成選手をお招きしております。どうぞ。ありがとうございます。こんにちは、 DMC プレイヤーの黒川智成です。よろしくお願いします。本日は、黒川智成選手に、いろいろ質問していきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初に聞いてみたいと思います。ダーツを始めたきっかけ教えてください。そうですね、ダーツを始めたきっかけは、昔に働いてたお店にダーツの台があったんですよ。それで、初めて目新しいんで、やっぱり練習するじゃないですか。そしたらみんな才能あるとか道行ってきて、勝手にその気にさせられてそっからハマっていったんですね。面白いからね、あの当時ね。何年前ぐらいですか？20年はちょっと置いてると思います。ああ、やっぱりもうダーツ歴長いですもんね。そうですね。なるほど。それはやっぱり、いろんな人に僕ダーツ始めたきっかけとか、このコーナーが始まる前からいろいろ聞いてるんですけど、むちゃくちゃ多いですね、その、回答がね。やっぱりなんかこう自分がダーツをあってなんとなくやって、なんか褒められて調子乗せられてみたいな感じで、ね、でなんかただ僕の場合はソードダーツじゃなく、スティールのダーツやな、時代感じで。ああ、そう、スティールはあれやけど、ソフトはね特にそんな感じでしたね。それでは、プロになるきっかけを教えてください。そうですね、プロ、ダーツ歴が長いので、当時ずっと試合出てたわけですけど、プロというものがなくて、その当時は。そうですね。それでずっと一番上のクラスで試合ずっと出てたわけなんですけど、その流れで、そういう団体ができて、そのままプロに所属したっていう、受けてプロになったっていう形になる。なるほど。昔はトーナメントが、今もそうなんでしょうけどね、A デビジョン、B デビジョン、C デビジョンのミスみたいな感じで分かれてて、大体当時の一番上のデビジョン、A デビジョンのデビトラはもうみんなプロぐらいの、実力はあったというような形やったから、その自然にこうずっとそのプロができてない時から、トーナメントに出てたんで、なんか勝手になんとなくプロになってしまったみたいな感じだね。プロができたからプロにそのままなったみたいな感じですね。もう自然とトーナメントに出てるから、自然とプロになったプロになったみたいな。当然テストはね、簡単なテストを受けてるんですよね。簡単かどうかわかんないですけど、とりあえずありましたね。当初簡単やったのかな、難しかったのかな。いきなりやっぱ難しかった。落ちると落ちました、ね。ああ、そうか、やっぱり今と変わらんぐらいやっぱ難しかったんだよね。なるほど、時代を感じます。ありがとうございます。はい、続いて2019年度を振り返って教えてください。はい、2019年度はちょっと全くと言っていいほどダメでしたね。そうだね、一昨年が良かったからね。一昨年、そうですね、初優勝、そうですね、そこそこ良かったですね。さほど悪くはなかったけど、やっぱり一昨年が良かったからこう目立って悪く見えたというかね。一応40何やったかな、41位やったもんね。そうか。でもその前も平均的なこと見たらやっぱりそうやね、ちょっとやっぱりね、10個か20個ぐらい落としてる感じはありますね。そうですね、コンサートに良かったからね。で、今年はどうなんですか？今年は頑張りますよ。頑張れるね。頑張れます。はい。一応練習してますよ。はい。去年は悪かったけども、今
今年は頑張りますということで、はい、期待しています。はい、バレルはトーナリ SP、 チップは L スタイル、プレミアムリップポイントホワイト、シャフトは L シャフトカーボンスリム440、フライトは L フライトプロスタンダードを使用しています。はい、グリップは、僕はちょっと回転を投げるタイプなので親指が真横に立ってる感じで、バレルに対して人差し指と中指が横に来る感じになっています。でこういう感じで投げています。はい、スタンスですけど、僕の場合は、ターゲットをまっすぐ狙うぐらい極端なオープンスタンスになります。重心は、前足が9、後ろが1になります。あとは親指の付け根から太ももにかけて、肩を入れるように少し内側にこう重心を入れます。重心を入れた後、肩の入りを確認しながらターゲットを狙っていきます。
トモナリ SP は全長 43mm、 最大外径が 7.15mm、 重量が 18g の 2BA タイプとなっています。フロント部はノーグローブで、中央部から 1mm、 1.5mm、 1.5mm、 1mm の順に各リングカットが4つ入り、間に 0.3mm のリングカットが4つ入っています。リア後方はくぼみが入り、そのくぼみに 0.5mm のシャープカットが7つ入り、グリップ感が良くなるように設計されています。おすすめポイントは、迷うことなく決まるグリップ、最後まで押し続けられるかかりの良さ、手離れ抜群なカット、何度も試行錯誤し改良を重ねて完成したトモナリ SP をぜひお試しください。この動画の概要欄からも確認できますので、ぜひトモナリ SP をお試しください。はい、続いて質問コーナーです。普段の練習方法を教えてください。はい、きます。普段の練習はですね、まずはカウントアップで真ん中ばっかり投げますね。おお、カウントアップ、はい。点数とかは特に気にしないで、フォーム、自分がイメージしたフォームで投げれるように、ずっとそれを繰り返しできるまでします、ね。フォームのイメージ、これは撮影したりとか、はい、それともそうです、撮影したり、イメージだけで投げたりですね、特に僕はそのフォーム、綺麗とは言わないフォームなので、だからこそ特に意識して普段はやってますね。それは普段ルーティンとして毎日の練習の中に、最初に入れて、それが進めば、あと次はクリケットナンバーに進む感じですね。一人クリケットとして、20から順にベッド出て、次15まで繰り返して、全体的にそこの精度が悪いところを重点的にまたフォームを意識しながら投げるっていう感じですかね。ほなもう時間とかは決めてなくて、日によって長かったり短かったりとか、すぐできる時もありますし、全くできない時もそれはありますね。納得するまでするんですね。なるほど、ということは、練習は1時間2時間で終わる時もあるけども、5、6時間やる時もある。そうですね。なるほど、参考になりましたか。なるほどです。はい、続いての質問ですけれども、バレルの一番のこだわりを教えてくださいって言ってます。そうですね、バレルに一番こだわってるのは、僕の投げ方的に回転をかけて投げるので、その手離れが一番こだわるっていうか、なんていうんですかね、バレルのこうちゃんと押し出せて縦に抜けるようなその感じにできる、カットと、そのテーパーですね、そこがすごい大事ですね、僕は。なるほどね、いわゆるカットですね。そうですね、カットが一番抜け感がいいカットになってますね。ダーツっていうのはもともと僕の考える理論ですけども、やっぱり、太さ、長さで、カット、それから重さ、で、100歩ずつバランスと、この5つのこと以外はほとんど何もないと思うんですけども、黒川選手は、カットということですね。はい、はい、昔からそうです。はい、はい、続いての質問ですけれども、ダーツを投げる時の決め事はありますかと。決め事、はい、ちょっとマニアックな話なんですけど、はいはいはい、ちょっと僕体が硬いですね、人一倍、めちゃくちゃ硬いですね、みんなよく肩入れるとかあるじゃないですか、こう内にね、肩入れるだけじゃ入らないんで、ちょっと体全体の、ダーツのスタンス入るときに、親指の方から内ももにかけてちょっとグッと体重をそっちに内に入れて肩も一緒に入れるみたいな、そういうスタンスの取り方を決めるとっていうのは、足こう構えるところの足がこうグッとグッと左に入れるって感じ。そうですね、内にこう入る感じ。普通みんな前に入れる人が多いと思うんですけど、内に入れてますね。それはもう意識はめちゃくちゃしてる、それともしてなくて最初やり始める時だけ意識するとか、あとずっと意識はしてる。意識しないとまっすぐ飛ばないんですよね。それが難しい。ほらずっとこう構えるたんびにやっぱりこう内に入ってるかっていうのをこう頭の中で意識して。そうですね。なるほど、
みんなね、いろんな人おって、まあ、当然ダーツの投げる時の、この決め事というかルーティーンみたいなものが、あるとは思うんだけどね、これ試合もですか？そうですね、意識はもうずっと飛ばない限りは一応意識してやってますね、はいはいはい、無意識にできてるのが一番いいんですけど、はいはいはい、ほな無意識の時もあると思う。それも反復運動っていうんですかね、同じようなことを繰り返してる、はいはいはい、逆に試合の時なんかは、うまくいっている時なんかは勝手にできている可能性があるということですね。あ、なるほど、参考になりましたか。一応内側に入れるということです。はい、続いての質問なんですけれども、ダーツをするときに気をつけている靴の選び方っていうのを聞いてますね。これはもう無類の、スニーカー好きってことで知ってる人ですね、はい、そうですね、まあ、まず第一に試合で人と被らない靴を選ぶ。おお、なるほど、はい、試合で、ね、同じ靴だったらちょっと嫌な。ほんなら2足持ってたんですよ。いや、それはそんなことはしない。しないです。そんなことはしない。かぶったらしゃあないですよ。あ、なるほどね、はい。まあ、一番、まあ、先ほどでも気をつけてるのは先ほど重複するんですけど、うん、まあ、内にちょっと重心が入れた時に沈みやすい靴の方が重心入れやすいので、うん、クッショニングはちょっと柔らかめの、お、下に沈むような感じの靴を選んでますね。お、はい、あ、それはインソールにめちゃこだわってる。そうなんじゃなくて靴でやっぱあるんですか、それ、まあ、靴によって、まあ、そういうクッショニングがいいだったり、まあ、クッショニング悪くてもさっき言ったようにそのインソール入れたりしてやってるのもあります。大体何でも聞いてくれたら答えます、靴に関して。うん、なるほど。ということは、まあまあ、要はそのこれはダーツをするときは、まあ、どっちかというと今言ってるクッションみたいなイメージで、はい、試合のときはどっちかというとちょっとこう被らへんというか、ちょっとなんかマニアックな靴履いてるよっていう。まあ、それはありますね。試合のときは見てよ靴みたいな、はい、どっちかというと、ね、僕だけはまず足元しか、はいはい、下しか目線下ばっかりですね、はいはい、パッと見たら靴見るみたいなね、はい、まあまあたくさん持ってるんで、まあ、話ちょっと脱線しますけど、何足ぐらいあるんだったんで、上の靴の靴、スニーカーズビリ聞いてる。今はだいぶでも3桁減らしましたけど、3桁ないぐらい、3桁軽くありますね。軽くあるんですか。軽くあります。はい、五類のスニーカー好きでした。はい、ありがとうございます。黒川選手について聞いてみましたが、どうでしたか。黒川智成選手が使用する智成 SP 概要欄からもご確認できますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。お買い求めは DMC オンラインまたは S ダーツにて。マトラス、トモナリパーツの方もよろしくお願いします。動画をご視聴いただきありがとうございました。普段は心斎橋ダーツワールドにいますので、よろしくお願いします。以上、DMC の黒川トモナリでした。